赤瓦屋根の例、首里城正殿赤瓦屋根の例、中村家住宅赤瓦屋根の上に置かれたシーサー。沖縄赤瓦は、沖縄県で産する赤色の釉薬瓦である。琉球赤瓦とも言う。なお、沖縄県で産する瓦を色に関わらず総称する場合には、琉球瓦、島瓦と呼ぶ。伝統的な沖縄赤瓦は、本武器瓦の系統に属する瓦で、 平瓦がわらに相当する、女がわらと、丸がわらに相当する、男がわらとからなる。瓦を吹く際には、まず、女がわらを並べて、その左右の継ぎ目を覆うように男がわらを被せ、台風などの強風にも耐えるように、瓦同士の隙間を漆喰で塗り固める。このため、赤瓦を用いた屋根は、瓦の赤と漆喰の白とのコントラストが際立つ、外観となる。なお、 沖縄県以外で生産される赤色の瓦で、焼成の途中で食塩を投入する塩焼き瓦や赤色の釉薬瓦も赤瓦と呼ばれる。塩焼き瓦の代表例としては、愛知県西三河地方で産する山州瓦、赤色の釉薬瓦の代表例としては、島根県岩見で産する石州瓦がある。琉球地方の瓦はかつては灰色のものが主流であったが、 18世紀に入ると、酸化鉄による赤色系の瓦が現れるようになり、主に首里城聖殿をはじめとする王府、役所の建物や神社等で用いられた。しかし、一般の住宅では1889年に至るまで瓦吹きは禁止されており、赤瓦が広く支柱に普及するのは、この禁止令が解かれた後であった。屋根に漆喰で作ったシーサーが置かれるようになったのも、 この頃以降であると考えられている。沖縄赤瓦は近年では島尻郡与那原町を中心に生産されており、2009年2月20日に特許庁により地域団体商標として登録されている。商標権者は沖縄赤瓦事業共同組合である。また、2007年度からは沖縄県によって技能評価認定制度として初めて認定された 琉球赤瓦原思考技能評価試験が沖縄県琉球赤瓦原漆喰思考協同組合によって実施されており、技術の継承、向上や人材育成が期待されている。ありがとうございます。